諸区では諸葛亮が上将の地位についたとか。ふん、義弟がおわすというのに諸葛亭だの上将だの戦勝が過ぎるものよ。孔明、君が羨ましいよ。できれば俺も諸葛の軍師の一人としてその手伝いをしたかった。上将就任にあたり、皆に言っておきたいことがあります。職務を全うするためにはまず人の意見を聞き、異なる意見も検討してください。あなたたちは自身が有能であるという自負も矜持もあるでしょう。だからこそそれが難しい。私の知る限り、そういったことを迷わずに行えるのは我が旧友助言直ただ一人でした。もしあの時に戻れるなら、俺は やはり同じ選択をしただろう。それが俺の甘さだ。俺は孔明にはなれない。上将殿、陛下がお呼びだ。わかった、もう少ししてから伺おう。だが伝えておいてくれ。俺は検索できない。いつも通り話を聞き意見を言うだけだと。ああ、劉備殿。おお、上将か。あの日劉備殿と共に深夜をかけ、今曹操の陣からこの石壁を見た。俺は自らの心を欺いていました。俺があるべき場所はここなんです。孔明のように策の実現に徹しきれない俺は甘い人間ですけれど、俺を使ってください。劉備殿、俺もあなたの道を照らし一緒に。ようやく言ってくれたな。待っていたぞ上将、私と共に歩んでくれ。